はい、屋敷のチャンネルです。今日は皆さんに夏のイベントのお知らせです。7月の8日土曜日、うちの店で夏の着物パーティーを開催します。七夕の次の日の土曜日、ここから車で5分程度、パレスグランデのホームベッティさんをお借りして開催します。天気が良ければテラス席で音楽流した。曇りもしくは雨の場合だと屋内に入って開催させていただきます。定員30、参加者としてライセンスとしては和装であることという感じですね。7月8日に開催する理由は、浴衣の人は浴衣でも OK です。夏の着物の方は夏の着物を着るチャンスということで、そちらを設定しました。なので夏の装いでね、美味しいお食事とお飲み物を皆さんと楽しもうという企画です。毎年開催しています。コロナの中でもやっていました。2023年はね、5月8日からいよいよコロナの蓋が開けて、今まで通りの生活に戻るように、ね、シフトしてますので、開催人数は30名ということで開催したいと思います。の会費は7000円、ノンアルコールの方は6000円という会費で、パレスグランデさんのコンフェッティで開催となります。皆さんにとって素敵なイベントになるように、若干のアトラクションも用意したりして開催しますが、まあ皆さんとワイワイガヤガヤとね、着物好きな人と楽しむというのが目的なので、まああんまりこう着物屋さん着物屋さんしてない、ファッションショーとかしないでね、楽しく夏の着物を楽しみ機会として開催できればと。はい、そして今回のサマー着物パーティーには、この方が一眼レフを持って登場と。素晴らしい写真を撮ってくれる彼なんで、今回の参加特典として皆さんの着物の写真を1枚か2枚ぐらい一眼レフで撮ってデータで送らせてもらうというサービスも出来上がりそうです。開催できればと思います。はい、こちらのね、あっちゃんも全力で応援してくれる体制になってますんで、皆さん、ご都合のある方はですね、7月8日土曜日、夏の着物パーティーにご参加ください。東屋さんからですね、若干協賛を募って、なんか皆さんにね、プレゼントになるようなものも集めてみたいなと思ってみたりもしています。また、ご夫婦での参加、またお子さんも同伴での参加、ということも可能にしてますので、気兼ねなくね、皆さん、参加をお申し込みいただければと思います。はい、7月8日、夏の着物パーティーについて皆さんにお伝えしています。